今回は日光を旅してきました。まずは徳川家光を祀った太夫院、そして家康を祀った東照宮。さあ、一体どんなところなんでしょうか。はい、日本史チャンネルお散歩シリーズです。今日はここ日光に来ております。これ世界遺産に登録されてるんですけど、日光にはこの二荒山神社ともちろん日光東照宮、そして輪王寺があって、この二つの神社と一つのお寺が、世界遺産に登録されております。由来を見ると、これ見てください。これ8世紀にまで遡るんで、奈良時代ぐらいに作られた伝統的なこの神社なんですよね。さあ、まあ皆さんもお分かりかと思いますが、これ今日もう雪なんですよ。ちょっとこれ映してください。これ二荒山神社、鳥居、見事な鳥居ですよ。これすごいね。ああ、で向こうに家光を祀った太夫院がありますね。ここがね、でずーっとこっちの方角的にはどっちなんでしょう。向こうの方に行くと東照宮の陽明門なんで、もう道移してください。道、この雪道歩いてきたのね。本当は昨日参拝しようと思ったんだけど、雪がすごくって参拝できなかったんで、ちょっと予定を変更して朝一番からこの日光をですね、参拝していきたいと思います。じゃあ早速行ってきます。ここが家光を祀った霊廟、太夫院。すごい雪かきしてます。太夫院ちょっと行ってみましょう。すごいねこれ、杉の木から丸雪が降ってるみたいに。すごい石が落ちてきて、ちょっとこう避けよう。はい、二王門です。奈良縁金剛、そして密尺金剛がここにおります。向こうですね。さあ早速くぐってこの太夫院を見ていきましょう。来ました。見てください、ちゃんとこの雪をですね書いてくれておりますので、歩きやすくなっておりますが、ちょっと足元気をつけないといけませんね。あっちにね本堂があるのかな。今からあそこへ向かいますが、その前にちょっとお手水で手を清めましょう。はい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 、ちゃんと手を清めますよ。よし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 。はい、では早速この階段を登って行ってきます。これがこの太夫院の有名な夜叉門です。ビダラ、アバツマラ、ケンダラ、ウマロキャとありますが、特にこのウマロキャが持っているとされる浜屋があるんですよ。悪いものを払いのけてくれる浜屋、ウマロキャ。いた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 。確かに持ってるね、浜屋ね。これを買いに来ました。これが受験でよく出てくる権現造りの建物となっております。この手前が拝殿、そして拝殿をつなぐのが拝殿と、あと奥が本殿ね。本殿があって、その間をつなぐのが石の間と、この建築様式が権現造りです。意外とイメージしにくいので覚えておきたいですね。はい、行ってきました。無事ですね。こいつです。これ浜屋とですね、
僕鳥年生まれなんで鳥のお守りを買ってきました。結構高かったです。浜屋が3000円です。干支のお守りは1000円で買えるんで、はい、これを買うために太夫院にやってきたんですよ。じゃあちょっと続いてね、陽明門の方に行ってみたいと思います。はい、それでは今からここをこっちに進めば、これ東照宮行ってみましょう。はい、続いては日光東照宮です。当然ですが今からこの中に入っていって、陽明門とあとはやっぱり眠り猫、あとは三体の見ざる言わざる聞かざるね、これを探しに行ってみましょう。まずは重要文化財、上神庫、中神庫、下神庫。何々？外部は奈良の正倉院に代表されるあぜ蔵造りを模してると。なるほど、確かに。これ、横の柱だけでね、作っていくという、あぜ蔵造りに確かになってますのかね。で、なんかね、いろんな祭具が収められてるんですね。上神庫の妻川には2頭の象の彫刻があると。あれ象ですね。あれかな。で、この神庫からこっち、ここにお猿がおります。ここかな。見ざる、言わざる、聞かざる。いいですか？ SNS で余計なものは見ない。余計なことはツイートしない。で、誹謗中傷は耳にしないと。これも SNS をやるときにはね、見ざる、聞かざる、言わざる。これをね、教訓にしたいですよね。陽明門に到着でーす。じゃん、すごいこの迫力ですね。高さ11メートル、間口7メートル、奥行き 4.4メートル、508体の彫刻で覆われている。一日中見ても飽きないので日暮らしもんですけど、今まだ朝の10時なんで、お昼頃には帰ります。屋根の鬼瓦は有名ですよね。ここね。で、軒下には御水の王の天皇のご神筆を賜ったかたどった御神号の変額。ここに御水の王の変額があって、両脇にキリンですね。ちょっと奥のキリンが見えにくいね。でも確かに確認できます。その下には竜がいっぱいおります。はい、竜が並んでおります。さらにその下に竜の全身像と竜馬、この白いところかな。これが火遊びね。んで、その下に唐獅子で、中国君主ですか。大丈夫、こっち見なくて。ここら辺まで行く。これが逆さ柱。これ北側に回ってきたんですけど、12本の柱は文様がですね、この文様が、これが正式な文様なんだけど、右から2本目だけがこんな感じで文様が反対になっているということか。左側に回ってもこの文様なんだけど、やっぱり右から2つ目だけがこれ逆になっていると。なるほど、それが逆さらしいね。はい、東の回廊に来ました。ここには眠り猫がいます。眠り猫はなんか天下太平を表現しているという、こっちの説が有力なんじゃないですかね。見てみると、ここですね。
はい、確かにおります。この奥にはスズメがいるのか。あ、これがスズメね。あ、よかった、無事見つけることができました。サンクシャイデンまでやってきました。結構これ大変だったんですよ。階段で言ったらね、2,300は登らなあかんくて、ここ上がってきましたからね。で、どうする家康について書かれてる。うん、家康は水の湯の虎の年生まれね。だから虎守りか。家康の墓所です。もともとね、久能山に祀られていたんですが、秀忠の時にここに移されて、で、八角五段の石の基盤の上に三段を青銅で鋳造し、その上に宝刀を載せております。1683年、天下の地震で破損したために、その後作り変えられたみたいですね。オランダから奉納された釣り灯籠です。1640年なんでね、ちょうど対外関係が限定されていく中で、オランダは貿易を独占してね、江戸幕府と友好関係を作ろうという中でこれが献納されたんでしょうか。これ回転灯籠になっているんで、この徳川の葵の門が逆になってるんですね。逆さ門の周り灯籠と呼ばれます。はい、ということで今回は、輪王寺大雄院と、日光東照宮を歩いてみました。こうね、真冬に雪の中に来るっていうのはなかなかないことなんですけど、いいっすよね、こう雪道をかき分けながら。ちょっと足元は悪いんだけど、もう景色は最高ですからね。なかなかね、日光って関西人は来る機会が少ないんですが、また来てみたいですよね。まだね、行ったことない人はね、ぜひ見学をしてみてください。私が泊まったホテル、ここもね、一番最後に紹介しておきます。なんか温泉とか料理も完璧でした。この日光東照宮から、タクシーで10分ぐらいかな、歩いたら25分ぐらいかかるところなんですけど、そこもですね、おすすめなんで、ぜひ行ってみてください。ということで今回のお散歩シリーズ、ここまでです。